ホセエチェガライアイサギレ、ホセエチガライエサギレ、スペイン語、ホーゼイエチガーイワイアイザグーナー、1832年4月19日から1916年9月4日、は、スペインマドリード出身の劇作家、代表作に思うように作品を書けない作家の、主人公エルネスト、彼の被護者で、第二の父と自称する、ドンフリアン、その妻である若き女性テオドーラをめぐった、 三角関係で世間、中立ちから非難を受けて、家庭崩壊していく、悲劇的な儀曲、がある。しばしば、ロマン主義最後の劇作家と評され、1904年に、独創的で、個性的な手法で、スペインの演劇の偉大な伝統を復活させた、数多くの鮮やかな構成物に対してという業績で、フランス・プロアンスの作家フレデリック・ミストラルと共に、 スペイン人として初めてノーベル文学賞を受賞した。しかし、本来、1904年のノーベル文学賞は、少数言語で作品を書く作家に対して贈られる、ものとし、同じく、プロバンス語という少数言語で、執筆活動を続ける、フレデリック・ミストラルと共に、カタルーニャ語で執筆活動を行っていた同国の作家アンジャル、ギマラーに、ノーベル賞が与えられる図だったが、 当時のスペイン中央政府の圧力によって、ギマラーの受賞は困難となり、ギマラーの代わりとして、当時劇作家や政治家としても名を馳せていた補正・エチェガライが、同年のノーベル文賞を受賞したのであった。劇作家になるまでは、土木工学者、経済学者、政治家としても活躍しており、特に数学者や物理学者としてはスペインに、ガロア理論、幾何学、大円関数を紹介し、 同国の数学者から、スペインの数学は1865年と一ガラい、から始まると言われた。1872年12月19日から1873年2月24日、1874年1月4日から、同年5月13日、1905年7月18日から、同年12月1日まで3期にわたって、スペインの財務大臣を務め、 特に二期目の八百七十四年には、カルリスタ戦争や第一次キューバ独立戦争の影響で財政の悪化に苦しむスペイン銀行に対して、紙幣発行の独占権を与えており、スペイン銀行が国立中央銀行として現在も続くきっかけを作っている。また二期目の財務大臣を務めている八百七十四年に、ホルヘアヤセカというペンネームでワップ帳を表して、 作家デビューを果たした。また、弟のも、ホセエチェガライと、同じく劇作家として活躍した。1832年4月19日、スペインのマドリードで、アラゴン出身で医者だった父、ナバーラ出身の母との間に生まれる。ムルシアで幼少期を送り、地元のコレジオ、で、初等教育を受けた。ここで学んだ数学に感銘を受けて、 数学を愛するようになったとされている。幼少期は、ホメロス、ヨハンボルフガング・フォンゲーテ、オノレド・バルザックを好み、カール・フリード・リヒ・ガウス、アドリアン・イコール、マリル・ジャンドル、ジョゼフ・ルイ・ラ・グランジュといった数学者の本を読んで過ごした。1848年9月28日、トレドに両親と旅行していた際に、弟のミゲル・エチェガライが生まれる。一旦マドリードに戻って、 土木工学の学位を習得した後、アルメリアとグラナダに派遣されて、教鞭をと、1854年からはで秘書を務める傍ら、推理学、微分法、物理学を教えた。1868年まででも、教鞭を取っていた。1867年にはスペインに、フランスの数学者の幾何学を紹介した、数学書、高等幾何学入りを表している。やがて数学者や、 物理学者としての業績を評価された補正・ジェガライワの会員になり、就任演説ではスペインにおける数学の歴史について述べた。1872年12月19日から1873年2月24日、1874年1月4日から、同年5月13日、1905年7月18日から、同年12月1日まで3期にわたって、 スペインの財務大臣を務めた。この時、戦争で苦しむスペイン銀行に対して独占権を与え、国立中央銀行として機能するきっかけを作っている。また、ホルフェ・アヤセイカというペンネームで劇作家としてデビューしたのも、ホセ・チェガライが財務大臣を務めている時であった。3期にわたる財務大臣を経てからは、政界から退き、本格的に劇作家として、 執筆活動を行うようになった。特に1877年に表した自身の財産を正しい持ち主に返そうとして周囲の人々に狂人扱いされる一子を描いた戯曲強化成果オーローケロ家ーサンテドットで劇作家としての地位を確立した。1892年にはアレクサンドル・デュマフィスやヘンリック・イプセンに影響を受けて 道徳的な問題を扱ったを表した。1888年には、スペインの文芸協会である会長、1894年から1896年、1901年から亡くなる1916年まで、レアルアカデミア、エスパニョーラ会長など、国民的劇作家として様々な役職の討りを歴任した。1904年に、独創的で、 個性的な手法で、スペインの演劇の偉大な伝統を復活させた、数多くの鮮やかな構成物に対してという業績で、フランス・プロバンスの作家フレデリック・ミストラルと共に、ペイン人として初めて、ノーベル文学賞を受賞。同国の解剖学者で1906年に、イタリアの内科医、カミッド・ゴルジと共に、ノーベル生理学、医学賞を受賞するサンティアゴラモンイカ・ハールの、ひさげにより、 デアルアカデミアエスパニョーラは1907年にエチェガライメダルを創設し、その第1回受賞者として、ホセエチェガライ自身に賞が与えられた。1916年9月4日に出生地でもあるマドリードで没した。スペイン演劇の重鎮として君臨したホセエチェガライの業績は、現在もなおマドリードの小さな通り、エチェガライ通り、もともとはロボ通り有名賞であったが、 ホセエチェガライの業績を称えて解消されたとして残っており、1846年に、同国の実業家であるフアンロエベラッテがエチェガライ、通りで店を構えたことから、革製品で有名なファッションブランド、ロエベの創業地として知られている。その生涯に60編以上の技曲を残した。一般的に、ホセエチェガライの技曲について、スペイン文学者の間よは、ネガ技術者だけに、 戯曲の筋立ては巧みで、観客を感動させる、空想力にも欠けていなったが、欠点は、性格が描けなかったことと、あまりにも、誇張的な効果を狙ったことなどであろう。と述べている。また同じく、スペイン文学者のクアナ・カズヒロは、一般的には、シンドマン主義劇作の代表だが、その本質は、メロドラマ作家であると説明している。すべて網羅はしていない。また、 日本語訳された作品や放題があるものについては、記述する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。